どうもこんにちは田沢之でございます、はい、今日はですねええー、ですが2020年11月23日私田沢孝之、えー、生誕42周年記念生配信すごいあすごい拍手の数がすごい拍手の数がすごいですねはいえー、ということで今日はですね、えー、まあいつもねちょっとツイキャスなんかで。 スタジオから配信したりしてるんですけど今日はこの都内某所 <laughs> 都内某所素敵スタジオからお送りしております。はいいよろししくお願いしますということでねあのー、そうですねえっとまあ今日の趣旨というか何というかをまず説明させていただきますかねなんかね、あのーまあ「田沢元年」というところでその田沢孝之的1年間のこう始まりが 今日というところで、まあね、42歳1日目ですけれどもあの1年の経は元旦にありと言いますからね、まあ、今年をどういう1年にしようかなと、えー、思いました、まあ今年ねそ,のそもそもこの新型コロナの影響で生活様式が変わったでしょで軒並、まあ、みこうライブがなくなってで、まあ、おかげでっていうとちょっと違うかもしれないですけど、あのー まあ自分もこの配信の世界にこう身を投じることになり身を置くことになってですねまああのそれの良さなんかも感じながらえまたね今までとは違った方面でえ自分を表現することができてるようなえそういうなんかね表現のツールが一個増えたなと思ってるんですよ。であのなのでこうそれってねまたまさにこの「 0になった作業というかあのゼロに何かけても0ですけど1から上行ったらもう掛け算や足し算ができるでしょちゃんと形になっていくっていうことなので、えー、田澤孝之的元旦に0を1にしていこうということで。 初めての「何々」みたいなことをつらつらとやらせていただこうかなと思っている次第でございます、えー、後ろにアコースティックギターが2本もあるのに、えー、もしかしたらですけどね1曲、えー、も今ここでやらないかもしれないという、えー、そういう <laughs> そういう配信になってますなんかあのなんでねちょっとこう何て言うんですか僕こんなシャレた部屋に住んでるわけじゃないですけどなんかちょっと僕ん家に遊びに来たみたいな。

ご覧いただくんですけれどもゲーム実況をやらせていただきましたとそしてですねまず次は田澤孝之のニューグッズがリリースされましたのでそれを一品ずつあの詳しく紹介していこうかなと思っていますでそれからですね、えー、あのライブでねカバーとかはお送りしてるんですけどあの割とよくある YouTube なんかでの歌ってみたみたいなカバーの動画をついにやってみましたんで。 それもご覧いただきそれからここまではいろいろと取ったものをグッズ紹介は今やるんですけど収録も流しつつ最後にですね生チャレンジもうこの場で自分がやりたかった初めてのことにチャレンジするというそういう企画でございますのでまあ1時間から1時間半ぐらいですかねちょっと分かんないですけどあの僕のこっちの具合で変わったりもするんでなのでちょっとビシッと。 決めたいなと思ってますので、えー、まあ最後まで楽しんでいってくださいよろしくお願いしますというぐらいですかね今年は本当にもうど,どうですか元気ですか皆さん、えー、僕は変わらず元気でやってますなんか最近ちょっとこう一人キャスとかそういう更新ものが滞っててですねなんか割と鳴りを潜めてる感出てますけど元気にやってますあの機嫌よく音楽やってます えー、42歳はお風呂で迎えましたね自分が誕生日だということを結構忘れ,忘れていたというかなんていうか、はい、であの湯船の中で多分11月23日迎えましたであのー、今年はねそれこそ本当にさっきも言いましたけど あのいろいろと新しいことにねチャレンジします配信もそうですけど、まあ、それこそその弾き語りなんかも始めてみたりしてなんかねな,なんでしょうねこうライブができなくなったってことは何て言うんですかねこうスケジュールがなくなったみたいな世界観ではないんですよ僕らにとっては。なんかそのステージに向けての準備期間もそうやったからだからい 一日がなくなったってことじゃなくてそこにかけてた時間全部がなくなるというか違うもんになるのであの割となんていうんですかね本当に日々日々の暮らし方が丸ごと変わったみたいな感覚ででもしかしたら皆さんも一緒かなそういう意味ではなんかねガラッと変わったでしょ僕らだけじゃなくてみんなが変わったじゃないだからなんか、ね 良くも悪くもかもしれないけどなんかそれまで使ってた時間がまたこう新たに生ま,れ生まれたわけじゃないんだけどね新たに生まれてそこでまあ見えてきたこともいっぱいあると思うんですよね。うんでそんな中でまあずっとずっとね僕も音楽どんぐらいやってるいつから音楽をやってるかと数えるかによるんですけど一応ね中3から 音楽を志したというところでまあ15歳でしょで今42歳ですから何年数えて <laughs> 結構な結構な年数もう音楽家としてやってるわけですねなんで ねはい皆,さんね、皆さんも生活がいろいろ変わっている、まあね、張り合いがなくなったみたいな人もいれば、まあ、本当に大変な時期ですけどもうちょっと頑張りましょう、一緒にみん,なみんなで一緒に頑張りましょう、なんか我,慢我慢というと違うかな、でもみんな我慢していない人なんていないと思うから、はいあのー、みんな一緒に乗り越えていけたらいいかなと思います。はい、でまああのー 音楽歴がそれなりに長かった割にですねちょっとこう蓋を開けたらなんかこう1人で何もできねえじゃないかみたいなまあそれでいいんですけどバンド始まりなんであのまあちょっと普段はねあの家ではね楽器をちょこちょこ触ってたんですけどなんかちょっと表立ってねあの新しいことにチャレンジしたいっていうのもあったし、まあ、もっと言うと時間もできたっていうのもあるしね えー、弾き語りチャレンジしよう僕の、ね、チャンネルにも何個か上がってますけど弾き語りで今日はやらないっていうあれなんですけどね<う>でこの間ねえー、アコギを買いに行きましたすでに,行きま,したにまだ3月に始めたんですけど3月に始めてもう1年経ってないのにすでに2本目を買いに行ったっていうなんかやっぱ。 楽楽しい、ね、楽しいいねだからその長きにわたってで、まあ、しかもボーカリストとして暮らした年数がすごく長いのでなんかもう何て言うんですかね新しくこう向き合えないというかなんというか例えば現状維持だったりとかその日々の鍛錬がね現状維持だったりとか更、まあ、に高みよみたいなところでどん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 ディフィカルトになっていくわけですよ。なんであの こう音楽を始めたてのようなテンションで音楽と向き合えている日々なのでなんかすごく楽しいですよねなんかこんだけ長くやってるけど当然当然ね当然当然それはやってる以上はずっと勉強なんですけど新しい発見があってなんか本当にいろんなものを培っていけておりますはい。やんでね 僕のそういう姿を見てかそうでないのかちょっとわからないですけどその、ね、最近ちょっとこういただくメッセージやお手紙なんかにも自分も新しいことを始めてみましたみたいな方が結構増えてきてて、まあ、それはそれで僕も大変嬉しいことなのでなんかこれを気にじゃないですけどね、えー、新しいことを始めるっていうのはね、えー、人生人生が広がっていくと。 いうことですからら回回ですよ1回ですすよから人生ほんまになんか最近だから42になってあと何年音楽できるやろうって思うわけですまあリアルにリアルにね。で多分やけどまあまあまあなんとなくやれて60ぐらいじゃない分からんけどね分からんけど音楽やることはできるけどずっとそのどクオリティ保てるかみたいなこと考えると。 ななんとなく60歳までが一旦こう線なんかなって思うからそこまでって考えるとあと20年ないでしょやばいと思ってそうだからやりたいことをやりたいだけ無理のないようにねそう楽しくなくなったら終わりやからだけど楽しくない方ない楽しくないことの方が 結構後で役に立ったりすることが多いから、まあ、その辺のバランス取りながら、まあ、とにかく悔いのないように、えー、残りの音楽人生を歩まだな,なみたいなところででも音楽人生っつったって音鳴らしてる瞬間だけが音楽人生ではないから、うん、やっぱりあの職業を田沢孝之だと思っているので、はい、だから田沢孝之から出る全部、まあ、本当にこういうなんてことない喋り方も,らも見えることがあるでしょうきっと。ね だからあの伝えたいこと伝わることは全部ね出していきたいなという次第でございますなんかもうこれまだオープニングトークでしょすでに終わりに向かうような感じしますけど <laughs> これからですからねはいじゃあ、えー、ということでまままずは早速早速じゃないな全然もう10分ぐらい経過してるか一、えー、1つ目のチャレンジを見ていただきましょうかねはい、えー、ゲーム実況に行きます。えーあの 何をやろうかなとゲーム実況しようっていう案が出た時にその問題は何のゲームをやるかなんですよ。でまあ初めてやし買ってもわからんしで、まあ、も,うもうおるやんめっちゃゲーム実況の人たちがしかもめっちゃうまい人たちがいるわけでしょゲーム実況がうまい人よ。だからこれそのままいってもちょっとねこう皆さんがやられてるゲームをやってそ,のそんなひよっこがよ。 ゲーム実況を始めよちよちのやつがゲーム実況始めましたっつったって叶うわけがないからあんまりやられてないゲームをやろうというところでねそのディレクターがすごくくいいのを見つけてくれましたあの僕中学3年間体操をやってたんですけどその機械体操のゲームまあふた負けた機械体操のゲームじゃなかったんだけど <laughs> まあその辺を、まあ、本当に俺待望やってるんですよもうそれこそ体操やってた頃からその後も、体操 ゲームでできへんかな,みたいな俺パラパラ漫画にするぐらい好きやったんですよ体操が国語の教科書とか分厚いやん国語の教科書の四隅だからこ,こっちからパラパラってめくるって2個いけるやろこっちからパラパラでも2個いけるやんだから四隅に4種目ぐらい授業中に授業中に何してんねんって話やけどもう一生懸命パラパラのしかもそれが結構なクオリティっていうぐらい,そのなんていうの自分がやるのも好きだったけど見るのも好きで。 でその感触を体感したいってずっと思ってたんですけどなかなかそれを叶えてくれるゲームが出なかったんですけどついに出たよというところで、えー、それを実況してみましたまあ,あの実況というよりは本当にあに念願かなってわきゃただただ楽しんでるおっさんの、えー、動画なんですけども割とあの素が出ているのでそれこそあのすごい冒頭に言いましたけどあの僕んちに遊びに来てですね僕が横でゲームをやってる感じあの一人の時もそんな感じなんで。 えー、そういういに楽しんでいただけたらいいかなと思っております、えー、それでは参りましょうゲーム実況動画ですどうぞはいということでえー、田澤孝之です改めましてどうもちゅうことでゲーム実況ねやっていこうかなと思っております今日チャレンジするのはプロジムナストすごいですねこれはあのー、僕 機械体操を、まあ、中学3年間ですけどやってまして体操のゲーム出へんかな体操のゲーム出へんかなっずっとねずっと思っててついにリリースされましたということで、えーまあ、あの実際体操をやってたやつがどんぐらいのねゲームとはいえですよやっぱ、ね、実際にやってたらそれなりに上手なんじゃないのというところでねまずは プレイヤーを作らないといけないみたいですね。こいつうまそう, <laughs> う。もうめんどくさいのでこんぐらいにしときましょう。はい。オッケーいや、あのね、これ初めて触ってるんですよ、今。なので、右も左もわからん状態でやってます。新しいプレイヤーさんへ。 プロジムナスト世界ツアーの参加に選ばれておめでとうございます。ありがとうございます。ステージをクリアしてたくさんのメダルを獲得することを期待しています。なるほど。やってあげようじゃないかということで。これね、オーシャンサイドトレーニング場オープン中。なるほど。そうですね、まずは操作を覚えまーす。R を押して鉄棒を離し、マットに着しよう。これか。おー むずいはいじゃあどんどん行きますゴール地点にたどり着こうちょっと待ってくれやなんか何も教えてくれてんえっ何何何リリースあー、r で話すねうっ r で話すあキャッチは勝手にやってくれますあ、体を振るのは左スティックねあなるほどちょっとあ <laughs> おーしか言ってないですけどすいませんゴールマットに着地しようどうやったいだい <laughs> ちょっと待って <laughs> ああなるほどおっこれあれですね速攻離さなあかんってことやはい なになにななににキャッチ不審説すぎませんめっちゃむずいこれさ体操っていうかなんていうかじゃないこれよもうちょっと待つんだね <laughs> なるほどおーお,ーお,ーおー <laughs> すげえ練習でこのむずさか ちょっとやばいな。OK。この、言うても体操なんつうな物理ですから。はい。いいね。こ <laughs> けてるけどいいね。これ、リプレイがはずいよな。OK。どんどん行きましょう。時々少し考える時間が必要ですね。鉄棒が矢印を通過したらリリース。タイミングを合わせるために、 L を押してフォーカス L をホールドしてフォーカスしてスロータイムはいで矢印を通過したタイミングではい <laughs> なるほどリトライどういうことやろうこうやな で、矢印を通過したタイミングでっていうのがようわからんねんな。通過したタイミングでこうなのよ。ああこれなしでいけんじゃんか。ああじゃ、もう一回もう一回もう一回。ホールとしてフォーカス。スロータイム。こうだなさては。持つ持てるはは <laughs> くっそくっそめっちゃむずいこの面飽きた この面飽きた。さっきのだちょっと早い。ここだいけんちゃう。これは言った。これ言ったよ。申し訳ないけど。<laughs> めちゃ恥ずかしいわ。<laughs> めちゃくちゃ恥ずかしい。これはいったよ、言うと。はい。あ、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 あ。もう一周、もう一周待っていいもう一周待っていいお。<laughs> ゃこれおっしゃいスローなしスローなしスローなし,ーなし結局スローに頼らないゴールマットに着地しようちょいきなりすぎんねんてゴールマットどこよおらーあらあ届かん <laughs> ちょっともう一回やらして今な <laughs> ちゃんと着地したいもんもう一回サイプルちょっとこれねもう一回振りましょう あーすごいちょっと生々しいちょあのなんかささっきからパンみたいなやつをちょっと気になったんですけどねあれ,あれ取れないですかねパンを取りましょううーんめちゃくちゃ難しいけどこれ極めたらマジで荒れちゃう内村君みたいなことできるあれパンがないなんで炭酸マグネシウムやって 炭酸マグネシウムってわかりますあの白い粉つけてるでしょオリンピック出てる人らとかまあオリンピック出てない人らもつけるんですけどこれね汗が止まって滑り止めになるんですよ <laughs> 座ってる <laughs> はいわ <laughs> かったわかったもうす次いきますねほい リアルやわーなんかほんまっぽいよね。いや、これ、ディレクターがいてね、その、僕の YouTube とかさ、あの弾き語り動画とか、いろいろやってくれてる。で、今、これ、彼の家でやってるんですけど、彼も体操をしてた人なんですよ。で、あのー、彼に教えてもらったんですけど、これ、これやればいいんじゃないって言って。後ろで笑ってるもんな。笑い転げてますもんね。はい ダブル、新進ダブル。ああ <laughs>、ね、ステージクリアって言われるの、なんか尺やわ。まあ、や、次のステージいくか。めっちゃ似てるね、なんか。めっちゃ似てるよね。あ何や、ここに来てやらしてくれんねや。大車輪しよう。これを、割と最初にやらしてくれませんちゃんと突っ張ってるやん。お行いけたいけた。正車。 聖書そういうことねうれいあれかもよちゃんとでき始めるかもよ俺あるでしょさっきのこれ生かすんでしょ早速おっ取れた炭酸マグネシウム取れたトカチェクフ <laughs> ゴールマットめちゃくちゃねは <laughs> はい、はいまず車輪がしたいよねーはいあ惜しいめっちゃくちゃちょっとほんまにリアルやわ何かお今のこの感じこの感じこの感じ宙返り行く前のこの感じあれい <laughs> <laughs> 思ってたんと違う <laughs> あれあれあれ <laughs> おー もっかいもっかよしゴール地点にたどり着こう。ああ、こういうのもんない。なんか、もっと俺さ、技とかをちゃんと競ってやるゲームかなと思ったんですよ。知らな。ろの <laughs>。観覧車の人が、見てんねやらな。あ、れ何やってんのお母さん。あれいや、これね。 ほんまは、こういう <laughs> なんていうんですか <laughs>、もっとちゃんと体操するゲームやと思ってたから、割とこう、この選手にね、自分を投影して、なんか、ね、世界選手権目指そうみたいな,な、そういう遊びしようと思ったんですけど、ちょっと、思ってたんとちゃいましたね。はいはいはい はい持ってよ、あ惜しいめちゃくちゃ惜しい、あの美しいリプレイを作りたいね、なんか、あでも、OK! <laughs> 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 思ってたんとは全然違ったけど <laughs> <laughs> オー<ケ>ー、OK! <laughs> あまだ出たゴール地点にたどり着く系のやつだからさ平行棒教えてもらってないねんてチッペルト <laughs> モテ<ー>よ <laughs> はいうわこれめっちゃおもろい俺今ね汗だくですはいはいおいいんじゃない <laughs> モテたし今の絶対 <laughs> はいはいああ欲しい今のは俺が悪いはい <laughs> ま全部俺が悪いねんけど <laughs> 今のはっていうか <laughs> モテよ <laughs> もっとあるやんかそうそう自分の意思を見せてみな そうう明日にきらめこう、はいもつなよそこはもっともうあのバーまで行こうあのバーまで行こうあのバーまで行こう、うん、<laughs> あのバーまで行こうや <laughs> 最後のバーまで行こうや何でも持つくせあんのお前違うやん飛んだら楽やんそう美しいさ <laughs> なんでここリプレイする <laughs> あっ めちゃくちゃ恥ずかしいあー面白いうわーまたなんか大掛かりな <laughs> ツナ出てきたねロープ <laughs> 足足足 <laughs> 足はいいけるこら行った美しい うわもうやめろってこれ飛び越えるけえこんなんいける <laughs> 膝を曲げる今覚えたやつはい <laughs> 興奮したらあかんね人って人って興奮したらあかんね OK <laughs> 小バチ鉢バチっていうのはあの鉄棒ね後方宙返りしながら飛び越えて持つっていう最近はもう小バチあんまやらんからみんなコールマンとかあの辺やもんな体操は世界大会的なのでまだ登録されてない技をやると自分の名前が付くんですよ なんで、えー、っと、もう、大体が人の名前っすね。っていうか、びっくりしたけど、今、トレーニング場だったね、そういえば。こ行くチャンピオンシップ。サンタモニカチャンピオンシップ、行ってみる行ってみよう。あ、選べんのか。<laughs> なんか、普通に、体操やりたいな <laughs> なんか。 <laughs> こう回転してさ <coughs> あこれいこうバートゥーバーこれが結構ぽくできるんじゃないいいよたどりつかんと遊ぼうもうはいはいああ<ー>はいおっうまいすごい今イエガーみたいなことしたねマジでちょっと。 こう逆にな今までこれできひんできひんかったのを笑ってたやろ今みんなこれさもうできすぎて美しいみたいなの目指していいですかここからが俺のこのこの動画のよう散々長いことやったけど進化ですよこれもうほらモテるもんねやっぱこういうのがやりたかったん俺 そそうそうこういうのこういうの <laughs> こここいいののれなまたちょっとねどっちス,スティックをどっちに倒したらどうなるみたいなのをあんまり覚えれてないですねこれちょっとだからほら絵になってきたやろ <laughs> みんながテレビで見るあんまり体操テレビで見るから分からんけどでもちょっとここ何年かのね日本の体操強かったからみんなテレビで見る機会あったでしょう 内村さんの功績はでかいよねそう思うとその前からか米田さんとかねあれ何オリンピックあてね栄光の架け橋の時のあれしびれたよね「新進ムンサルトが描く放物線は栄光への架け橋だ!」ってって着地止めたもんね富田さんね あれは素晴らしかったよね。俺ちなみに鹿島君と米田さんは中学の時にね合宿で一緒に練習したことがあるんですよ。僕が中学1年の時に米田さんが中3で,で当時からね米田さんはズバ抜けでうまくって。あ、えー、男子の鉄棒最高難度は愛。宮地という技があります。 新進小鉢の2回ひねりすげえコールマンからさらに1回ひねるってことだもう何言ってるかわからないでしょみんな <laughs> ちょっとググってください <laughs> じゃあ宮地さんじゃあ最高難度が愛 <laughs> だって昔ウルトラシーとか言ってたのにやばいなもうもう10年ぐらいしたら Z 難度とかできるんじゃないこれ宮地ねこれでもひねりができないからとりあえず新進小鉢新進小鉢ぐらいやりたいね

でもね、あのやっぱね、あの僕ね、その中学、まあ、3年間でねこう、やっぱさその、さっき言ったみたいにそのオリンピックのに出るような人らがこう年に1回で走ってる合宿、1週間ぐらいかな、に行ったんですよね。 やっぱそれまではなんかちょっとオリンピックとまだいかんでもなんかこう体操でねなんかちょっとまあ高校大学わからんけどそういう体操続けてやりたいなぁみたいなことをねうっすら思ってたんですけどやっぱまあそういう本気でねこう目指してる人だと一緒に練習するとやっぱあまりのレベルの違いにね愕然としたんですよこうあ,あこれは無理やな俺みたいなんとまあ好きで続けることはできたんでしょうけど まあちょうどね、あの時を同じくして音楽に目覚めたので、まあ、今となってはね、いいんですけど、だから、やっぱこういう <laughs>、体操好きなだけあって、こういう動きをね、やっぱこう、疑似体験できないもんかとずっと思っていたんですよ、あの僕、ゲームを好きなんでね。で、今までね、なんかね、その、 鉄棒体操みたいなのがねあの入ってるソフトあったんですけどでも結局なんかタイミングで丸ボタンを押すみたいなことでなんかこう全部をこの自分で操作するみたいなゲームがなかったんで今すごく僕は震えてますほらほらああ <laughs> いやだからほんまになこの なんていうんですか、ね、こう点数をつけてほしいですよねこの演技に対して点数をつけるみたいなゲームをガあ見出してくれーいやーでも作るのに大変かその体操やってる人がまずチームにいないとダメだもんな今のはねもう手を離す前から失敗だって思ってたんですよ でもあの実際の体操だと絶対にダメなんですよね、その気持ちって。そのあるんすよ、こうロンダーとしてバック転して宙返りっていう時にあ、あかんって思うときあるんですね、やめようみたいな、でももう遅くって、<laughs> ロンダーとバック転でもう宙返りの踏切した後にあかんって言って、そのままなんかもう1人バックドロップみたいなのが結構あるあるなんですよね。まあねあねねるよねマットの上に降りりゃいいん,ねんけど 意外とそういう時って、やっぱ横にずれてって、床にゴイーンってね、頭ぶつけたりするんですよ。おっ、て、ほら、できた <laughs> <laughs> 心身ハハコーチ。<laughs> 今のは、体を伸ばした状態、心身なんで、心心シンコバチ。今からやるのが抱え込みのコバチ。<laughs> これタイムリミットとかないんですかこのゲームにじゃないですよ現場にですよ一回切っても大丈夫ですあほ、うんまいやこれ多分だって一生やれるよ俺あの <laughs> 実況とかじゃなくて <laughs> お<ー> <laughs> おお<ー>お <laughs> <laughs> これこれ田澤やろ田澤これ田澤やろこれ田澤じゃん 世界大会世界成績でこれザワやろ抱え込みの田澤革新のワタザワはめっちゃむずいっすよねザワになるのがむずいザ <laughs> ワの体勢に <laughs> なん度もムズいす <laughs> もうだからみんなもう二度と見られないかもしれない田澤は <laughs> じゃあこれ一回今日はこの辺にしときます一回もうこれねあとはもううまいのを目指すっていうだけになったんで なん <laughs> もなんか喋りながらさできるようになってしまってるんですよほら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  <laughs> すげえ力あるこの人、うん、たん田 これが田澤 <laughs> の状態 <laughs> これ田澤の闇です今 <laughs> これ今田澤が闇を抱えてます <laughs> もうなんか全部どうでもいい <laughs> よなよな <laughs> もう世の中の全てがどうでもいいっていうシーンですね最後はね やっぱりこう華々しくあのバーに触って終わりたいなと思ってるんですけどなかなかねうまくいかないですねこういう時日本人ですねつくづくほいあああかん <laughs> 興奮してまう 掴んでってからがめっちゃ長いはあーやっぱ決めたいもんねここまできたら綺麗に決めたもんこんなんで今,今みたいなさ回らんとバーだけ掴むとかできるよやったらでもそんなん見たいあー <laughs> 終了ーあーいやーこれ面白いっすねちょっとこれも何回もやりようがないんであのー、あとは個人的に <laughs> 個人的にも十分楽しんだんです楽しませていただきますということでえプロジムナースティックジムナストプロジムナーストでしたありがとうございました、はいめちちゃゃく面白いいいはかがだったでしょうか、えー、ゲーム実況というかもうなんていうかですけど。<laughs> 途中何の実況もせんと身の上話とか始めてたもんね <laughs> 俺俺が中3で体操やってた頃はみたいな話をしてましたけれどもいかがだったでしょうかねなんかあの楽しんでるなみたいなのは伝わったかなと思うんですけどまあねあの <laughs> いや分からんけどここから配信見た人は何のことか分かるよねなんかパッと見たらゲーム始まってるみたいなゲーム実況を収録したものを見ていただいたというえそういうことでございます。ちょっとだからあのこのゲームをもう少し極めたい,っていう気持ちもありつつそもそもそのゲーム実況っていうのを今後もやってもいいかなみたいな。 感じで今ちょっとコメントをね見ながら、あのー、見てたんですけどすごいですねやっぱ皆さんのその感情移入が <laughs> 見て取れるというか <laughs> 頑張れ画面の中の選手だからねあのちょっとあいつに名前を付けてこうきちんとしたキャラをね確立させてこうみんなで彼をね新進行ばちできましたしね。はい、なんであのー 割とほら専門用語とかがたくさん出てくるからあの結構バッサバサこう聞いた部分もあったんですけどまあちょっと体操のことも覚えてもらいつつ、えー、新たにこれちょっとまたねやりたいですねなんかね、はい、あの実際に点数つけてもらったりね体操をちゃんと知ってる人にね <laughs> なんで、まあ、ゲーム実況っていうか体操実況みたいなことですけど、まあ、ちょっとあの本当はゲームが大好きであの 睡眠とかを削って,やって要は仕事しなくなくるんですよ僕ゲームやると。なのでほんまにゲーム封印してたもんなしてたっていうか今もしてるんですけどやりたいゲームやっちゃうとうもうすべてを投げうってゲームしてしまうのであんまりこれはよろしくないというところでこうゲームも抑えてたんですよだからそのやりたかったゲームに出会えたっていう喜びとああ俺は今。 ゲームをしているんだという喜びでもういっぱいのそんなねか結構女汗かくぐらい笑ったのも久々やった気がするのでなんかねああいう感じでいろいろできたらなと思いましたという感じですかね、はいろんなゲームにチャレンジこれあれかなあの職権乱用みたいなことかなこう仕事のふりしてめっちゃゲームできるみたいな <laughs> <laughs> ね、いやだから結構そのなんか、ねこう、こういうの好きな人とそうじゃない人もいるでしょうから、まあ、これは別枠で、ね、あのゲーム実況する際は、はい、新しいコンテンツとしてやりたいなと思ってます、まあ、ま,まずはでもちゃんとやるよ音楽やる大丈,夫大丈夫やからちゃんと音楽やった上でゲームもやらせてゲームをやらして言うとやりたいゲームいっぱいあるからプレイステーション5なあ,あったらへんね この間ね、あのー、友達とその楽器屋さんに行ったんですけどそいつ別に全然ゲーム好きじゃないんですよ。ないんですけどそいつ当たった言ってましたね。<laughs> なんで応募すんのじゃあやねんけど <laughs> でもなんかそ,その人はなんか知り合いの社長がお世話になってるところの社長が息子子供のために。 プレイステ5探しててでも全然当たらへんねんって言ってたから定価で譲ったって言ってましたよお前それはよくやったともうこれはもう一生の恩打ったで言って <laughs> そんぐらいのそんぐらいのことねでもお前あれだってねコロナとかの全然前なんですけどあのやりたいなーっていうゲームをとにかく買うんですよで出た時とかやりたいなと思った時に。 未開封のままねまだ3本ぐらいあってやりたいねんそれもだからちょっとやらしてゲームチー <laughs> させて <laughs> 今のソフトの感じがおもろかったんかもしれんしなこれでもだからどういうジャンルのソフトを実況するかでかなり出来上がりが変わってくるんですねなんでちょっといろいろさまざまなさまざまな方面でさまざまなドラマを 作っってていいいきたいなと思っていますかなりね思ってたよりね難しかったやっぱりやっちゃうのよゲームを好き,好きやから一応ねこれをみんなが見るんだって思いながらあのしゃべったりはしてたんですけどやっぱりその辺のバランスとかねもうちょっとこういろいろただこれ極めたらなんか割とその。 ライブとかさそれこそ、まあ、こういう喋るりもそうだけどなんかちょっとこうスキル上がるような気がしてるんでね、えー、ゆくゆくは自分のステージのためにパフォーマンスの向上にもつながるというところで、えー、やらせていただきたいなと思っております。あちょっということでじゃあ、えっと、続いてのコーナーまいりますかね。 はいえこ今度は生でちゃんとやりますはい、えー、高池田タオンラインストア11月23日、えー、新商品のラインナップ紹介。 手が多いやっぱりねこういうきちんとしたスタジオに来るとスタッフさんもたくさんおられますありがとうございます皆様に支えられて田沢孝え <laughs> やらせていただいてますありがとうございますさあということでえー、っとブログやらツイッターやらあとまあその今日のねお昼12時から11月23日のお昼12時から販売は開始されているのでもうすでに出ているんですけどあのそれのね一個一個を詳しく説明できたらなと。 持っていますんで、えー、こっちはいこっち,、はい、こ,っちこっちのカメラまあ <laughs> ちょっと酔ったかなみたいな、えー、カメラでございますさあまずはじゃあ1品目ででん,マウスカバー見せんの下手かーう、ねはい、最近ねこうまあ世間 歩いててもそうですしあのテレビなんか見ててもそうですけどちょっと緩んでんちゃうかなと何かとそう、あのー、確かにねいろいろもうんて言うんですか新型コロナ生活のいろいろも出来上がってきてるでしょうからこう右も左も分からなかった頃に比べるとそれはもういろいろとねこう まあ慣れたというとあれですけどまあ良くも悪くも慣れが生じているような気がするんですけど言うても何も解決してないからそうですよ別に特効薬ができたわけでもなくワクチンが今絶賛開発中なんでしょうけれどもなんでやっぱりこう一人一人がきちんと予防にいそしむしかないというところでまあこれなんぼあっても困らないこのマスクをさせていただきましたということでございます。ライトグリーン でライトピンクそれからブラックブラックで思い,ました思い出したんですけどさっきの動画のリプレイが L が R になってましたね <laughs> 何度も祈るみたいになってましたけど、まあ、あれはあのー「新進行鉢ができるように何度も祈った結果願いが叶ったよ」っていうことにしときましょう。はいはい、さあ、えー、そんなマウスカバーでございますけれども、えー、これは何性布製 布製なのこれ布製はいんてポリエステル製です,製です結構伸びますあこれね息しやすいっすくっついてこないあんまり勢いよくするとくっついてくるけどあとこのこれみんな嬉しいやろこれこのアジャスター的なやつ このさ俺ももう前から思ってたんですよこのねマスクのこの紐がやっぱ長い短いでやっぱこのフィット感が変わるじゃないですか民兵具合をこう細かく調整できるっていうのはかなりプラスやと思うんですよマスク界においてそうだからもうデフォルトにしたらねこれを全マスクをこれにすればいいほんだらならなみんな困ることないよなこ,うこれねワンサイズなんですけど<は> <laughs> ワンサイズなんですけどこの アジャスト機能のおかげで、顔にぴったりくっつくようなマスクになっております。で、全部やってみます。黒。これ気持ちいいね。すべすべです。声聞こえてますか。すべすべです。すべすべです。マイクここにあるからすべすべです。はい。ね、すべすべ。これ洗って何度も使えるよね。はい、洗って何度も使える。そういうことね。その。 ピンクねはい何色がいいですかね女性はやっぱり荒れちゃうこの辺のライトなカラーがいいんじゃない <laughs> ライトなカラーがいいんじゃないってマスク好きながら言ってもな <laughs> はいほらやっぱアジャスターがみんな嬉しいじゃないねちょっと遠慮がちにうっすら 遠慮がちにじゃないかなちょっと寄りますねピントいいでしょう遠慮がちに模様が入ってます。えー「田沢の月ロゴ」「月ロゴ」と僕は呼んでるんですけど「えー、田沢の月ロゴ」が入ってます。えー、1枚税込み1600円これね高って思うんですけどそんなことないんだよね。相場こんなもんなんだよね世間の。 なんですって僕はちょっとあれなんですけど高って思ったんですけどでも何度でも使えるって思うとそういうことなんかもなアジャスターついておるし、はい、でこれが、えー、いい1枚1600円なんですけれどもこれが3枚セットになったものがあってそれが4500円で <laughs> ジャパネットの人みたいな4500円 <laughs> ちょっとお得です、えー、300円ぐらいお得になってます。 1>, あの1個ずつを3つ買うより3枚セットで買うとちょっとお得になっております一気に買うお得感を出してみましたということでマウスカバーでございましたさあ続いての商品です <laughs> ありがとうはいこちらアロマキオッケーオッケー分かった商品名を言ったら拍手するシステムしようスタッフ <laughs> えー、はいじゃあもう一回いくで続いての商品 こちらアロマキャンドルですすごいすごいねはいこれはまさにアロマなキャンドルです <laughs> めちゃくちゃいい匂いするこれほ、えー、フルーティーフローラルやろ覚えたよ俺はフルーティーフローラルの香りですなんかね石鹸です石鹸っぽい香りでこれ僕今あのー、作業机の こう片隅に置いてあるんです。これ、これね。これも付き録が入ってます。まあ、ちょっとピンとはまかないか。はい。これキャンドルです。ろうそくね。このまま置いてあるんですけど、やっぱね、不意にこう香ってくるんですよ。ふわっといい香りが。やっぱいい香りっていいね。改めて思ったけど、香りって素晴らしいよね。うん。そうでこれがあのアロマキャンドル。これあれやろ。ろうそくやからこれつけてるとなくなるじゃない。 でなくなってもコップにこれは印刷されてるからこんなちっこいコップ何使う酒飲むぐらいしか使わないですけどコーンとかねやってください,はいライムライム入れてください,はい,はいでこれがえアロマキャンドルが1500円になっておりますはいでちょっと次いきますかこちらでん入浴剤3個セット 気持ちいい <laughs> このシステム気持ちいいぞ <laughs> はい入浴剤参考セットもうなんか田沢がどんどん雑貨屋さんみたいになっていってますありがとうございますいやあのえー、っとこれからちょっとやっぱね寒くなるでしょうどんどんでやっぱその空気も乾燥しますから新型コロナに限らずですよそれはインフルエンザとか ね、その他もろもろのウイルスから体を守るためにはこう免疫力を上げなければいけない免疫力を上げるには何がいいかというと日々の入浴これはシャワーではいけません。 湯船に使って、えー、体温をちょっとね一度上がると免疫がちょっとなんか上がるみたいなことをね、えー、耳にしたことがありますのでお風呂入ってダメなことになんてないぞというところでよく眠れますしねぬるめのお湯にゆっくり使っていただきたいそういう思いで作らせていただきましたこれねただただ色が違うというだけではないんでございます、えー、色によって、えー、中身と効能が違いますまずこのオレンジ毛穴ケア,なケア 拍手大丈夫よ <laughs>。でこれが、えー、と乳白色のオレンジ紅茶の香りでございます。はいそして続きましてこのブルーのこいつ美肌ケア夏の紫外線でダメージを打った肌をコンディショニングする美肌の定番成分ですっつってちゃんとねその入いてますなんとかエキスとかビタミン C 誘導体プラセンタね履いております。これが乳白色白色い あれですすホワイトフローラルの香りりになっておりますそれからこっち緑のこの人発汗ケアニューヨークエアロビクスで知られるゲルマニウムに唐辛子と生姜を組み合わせました汗かくしかないやないかっていう成分が入っております、えー、湯の色はグリーンで香りはマスカットでございますこのマスカットがマスカットじゃ別にないです <laughs> サンプルを嗅いだ感じやとただいい匂いだったんで選びました、はい、あのねこれね とと色とその香りは全部私選ばせていたただきましたそうなんかいっぱいサンプルがあってこうあるんよ選択肢がこうどな何に効くみたいなほ本当だから3種類どころじゃないも,もっとたくさんあってでその中からこう良さそうだなみんながもしかしたら欲しいんじゃないかなみたいなこうあったら嬉しいんじゃないかなこの効果みたいなのを田沢なりにですけど選ばせていただきました。だから 香りがねもしかしたらちょっとっていうねい,いらっしゃる時僕あのあれダメなんですよあのあれあれあれそれえー、っとラベンダーラベンダーえダメなんじゃないんですけどどうもやっぱねそのラベンダーってもうキングオブ芳香剤やんもう芳香剤の王様やからなんかやっぱお風呂のイメージじゃなくなっちゃうの俺はねそうなんかそういうのがあるかなっていうところでまあそのあんまりない紅茶の香り えーまあ、ホワイトフローラーはベタやけど、まあ、これはいい匂いやからいいとしてで、えー、マスカットの香わりなかなかでもその主張が激しそうでそんなに主張がないまあいいんか悪いかなんですけど僕はプラスと捉えましたそれを、うん、ほんのり香るというぐらいでなので気持ちよく入っていただけるんじゃないかなと思っておりますこれが3個セットで1200円税込みですでですよ先ほどのこの アロマキャンドルとこれセットがございます。アロマキャンドルと入浴剤三個セットが二千五百円になっております。こちらもこちらも二百円お得ですね。こうペコペ買うよりはね。はい、ぜひお求めください。よろしくお願いします。やっぱ風呂大事よ。なんかそのベタな話さ、忙しいって心なくすって書くやんとか言うやん。あれマジやで。ほんまに。なんかその風呂入る余裕すら なないいっってちょっとやばい気がするのよねなんか自分もいろいろこう仕事とかにや,るやらなあかんことにガーッと追われてるってなるとやっぱ気も短くなるしなんかそういう何て言うのかな日々をこうゆっくり過ごすみたいなことを忘れちゃうんだけどでもそれってね自分なんよ自分がそうしてるだけで別にだって誰からも言われたわけじゃないからね仕事に追われてるって思ってんの自分やから仕事が俺を追いかけてるわけじゃないからね。 そうなんでその辺をうまく自分でコントロールできるように例えばだからそういう時ね料理を作ってみたりあえて時間のない中時間を捻出して料理を作ってみたりえゆっくりした時間を作ってみるというのがえ日々ね健全に過ごす1個の方法なんじゃないかなと思いますはい続いての商品はこちら <laughs> このキャラを忘れるもんね作ったのに栗山いるさん はいありがとうございますこれさっきのいい話に対しての拍手を混ざってるちょっと長めのやつでしたねねありがとうございますさあ、えー、これもねわり、えー、と僕仕事柄というかなんていうかですけどクリアファイルをたくさん使うのでこれは何番あっても困らんやろとでねクリアファイルってあのガジのクリアのやつってそのどれがどれかわからん事故が起こるんですよこれ何やっけこれみたいな 見てみないとそれはあれか俺の整理の仕方が悪いんかもっとちゃんとやんのかうまいことみんな,なでもパッと見て分かった方がいいやんかなんでちょっとほんまうっすらほんのりほんのり色入れましたピンク、えー、ほんのり色入れました緑これ緑に見えないね画面上はでもうっすら緑ですはいで、えー、ほんのり色入ってますブラックですねブラックか知らんけどえっとこれね実際白い紙を入れると ブラックはこうなります、ねはい、青で字が印刷されてます、まあき。大体みんな白い紙入れるからあれですけど、ごめんね、ガチャガチャやって。これが生放送のあれやろちょっと、ねまあ。仮に黒い紙入れるとこうですね。これ緑なんですけど、緑のやつなんですけど、これは白で印刷されてますんで、白い紙を入れると。 あんまり目立ちませんでもこの目立たなさがいいのかなと思っておりますなんか控えめにねこう使いやすさを追求した結果この色使いとこのプリント色になりましたこれピンクですすねもっかい入れれてみますこれ片面がピンクなだけですからねこっちはピンクでこっちは透けております、ね、でで入れるとこうですねもうわかんないでしょほぼね あな,たにだけあなただけが知ってるんですよここ,にタここにタザの、ね、月のロゴがあるっていうのはもうこれをもう手に取ってくれたあなただけが分かってるだから僕とあなたの秘密みたいなことですかね秘密を共有できているみたいな下手かセールストークが、えーえー、なっておりますそうなんでこれ結構使いやすいと思います僕も結僕も使いますんでこれ本当にだからこれ3色あるからこれ何々の菓子 これ何々のこうやったソロの歌詞レイフラワーの歌詞分からんけどなんか違うカバーの歌詞とかできますからねはいなんで結構いい,いいと思いますこのクリアファイル3枚セット1200円でございますということでじゃあ次いきますかね次は最後の商品ですこいつのこと忘れるわジャパンネット田沢のキャラ忘れるわはい最後の商品はこちら缶バッジ型ミラー さあこの缶バッチこのポイントはガタミラーですガタミラーがポイントです缶バッチ型であって決して缶バッチ機能はございませんそうなんですよねどっかにアンピンかなんかついててねこうカバンかなんかにつけれるんかなと思いきやなし缶バッチ風の風っていうか上は缶バッチなんかな缶缶です缶缶バッチの缶聞こえますこの音 みんなんっ音で判断したことないと思うけどこれを機に判断してみてこれカンバっちの音ですでこれ裏プラスチックねつるつるですなんかこうイライラしたときなんかね指先でこうすべすべして癒されてください <laughs> こすべすべしたものとかつるつるしたものとか触ると気持ち落ち着くじゃないですか人ってこれどういうことなんでしょうねメカニズムとしてはねあのなんか解明されてたらいいですよねなんかねこうググって出てくればいいですけどねつるつる触るメカニズムみたいな 関係があるのか果たしてっていう。で、えー、これ缶バッジ型ミラーで開けるとでん上下に2枚鏡がございますでこれ、まあ、もう皆さんこれね女性の方がもうすでにこんなご存知かと思いますけど僕男やからこういうの珍しがってね「どうですか皆さん」みたいなテンションで紹介しますけれどもすいませんもうすでに知ってるバカと倍率が違うんだろうとバカやろこの野郎と思ってる方もたくさんいらっしゃるかなと思います。えー、上が倍 下が2倍ですなのでこの細やかなチェック私大丈夫かしらみたいな <laughs> 私大丈夫かしらって暴言か <laughs> 違うよ <laughs> 崩れてへんかな化粧がとかいうことやねそうなんか大丈夫かなみたいな俺あんまりないですから、ね、その男性はほら化粧とかがないからあでもなんかそのちょっとした頃ね 出てねえかな出ちゃいいいけななてねえかなとかとそういう,ことでしょうか、ね、まあでも身だしなみのチェックにすごくいいんじゃないですかねなんかあるでしょうやっぱ鏡って大げさやん俺もあんねんよく鏡ないかなみたいなことでそういう時はスマホのこうカメラをさ自撮り向きにしてあの見たりするんですけど見えへんやんや,んやっぱりそのちゃうしなんか見え方もなんでリアルがそこにありますこ,こ,こ,の中にはこんな小さい 円の中にリアルが広がってます。リアルという宇宙が広がってますよ。何言ってんすかこれ。ね、まるで宇宙が広がってます。いやリアルは宇宙よ。ほんまに物事はすべてそう。神秘です。は, <laughs> はい。赤んバッが型ミラーこれがえー、っと1200円と、えー、なっております。これねちょっと手に取っていただきたいね。ちょっとこのこの感じね。つるんとしてるでしょ。この色合いもこのグラデーションもね。 ちょっとめっちゃいろいろ反射してますけど、はい、さあということでそうリアルという宇宙がここにありますまあすべてね、えー、私がいろいろとあこっちかすべて、えー、私が考えに考えてですね、まあ、あのスタッフさんと何度も何度もやり取りして、えー、作らせていただいた商品たちになっておりますので、はいえー、今日もう発売中でございます。 はいえー、田澤ヤキの,オ,ンライあのオフィシャルの、ね、ホームページから、えー、ショップみたいなのが多分あるんであの右上の3本線をクリックしていただくとむにょんとメニューが出てきますので、えー、その中から飛んでいただいてぜひ、えー、とも、ね、これをこの機会にぜひとも、はい、お買い上げだきたいななんて思ったり思わなかったりしています。はいということで、まあ、これが皆さんの日々の えー、ちょっとした彩りになっていただけたらなと思っておりますということで、えー、新商品グッズラインナップのコーナーでした <laughs> はいと。いやね結構あれですねこうグッズ紹介しながらもこう自分の思いの丈とかを話せてしまうというのはなかなかいいですねなんかね。 取ったものを流すみたいないわ。ゆるちょっとした番組っぽい。なんかみたいなのも実はね。その配信ライブをやりだした頃からやってみたくはあったんですよ。あのなんかその。何て言うんですか？リアルタイムへのこだわりっていうのって、なんかその今までの僕らが持ってた。文化というか、ライブの文化ステージの文化じゃないですか？なんで意外とそこに固執しがちだけど、なんかやっぱその？ 配信だからでできるることってあるでしょうみたいなもっと言うとやっぱ生のライブと同じ方向で配信で勝負しても絶対勝てないじゃんっていうだ,だって生にしかないものがあるんだからで逆にそれはもう配信にしかできないことに特化するしかなくてだから配信だからできる面白いことを突き詰めていってもいいんじゃないっていうそうもちろんリアルタイムのね生ライブの配信はもちろんあってよあった上で。 でみたいなことをなんかウェブラジオの1本目でなんか言うてた気がするんですけど、まあ、それのちょっと1個の形がこれなんかなだからあの途中からほんまあのさっきのゲーム実況動画とか途中から見た人は何のことか分かんなかったと思うけどまあでもそういうことですねなんかあのきちんと作ったものとか作られたものをあのどんどんお見せしていくみたいなのも1個形としてありかなだからそれもだから今日のこの企画自体が自分のやりたかったことの まあ初めてのまるの1個でもあるということですかね。はい、なので、えーまあ、も,うも,うもうどんぐらいやってる今1時間ぐらいやってるのか。はい、じゃあ、えっと、次、えー、生挑戦に行く前に、えー、これ歌ってみた動画を作ってきました今回。あのね正直なことと言う,とこう 尺足るっていう気になってですね今日の話あの今日の配信においてであのいくらでも話そうと思ったら話せるから尺が足りないなんてことはないんだろうけどただでもそんな出たとこ勝負でねせっかく皆さんからその休日でしょきっとほとんどの方がねいやその日宿お仕事の方はすみません後からねこれアーカイブご覧になってるかと思いますけどあのなんで。 まあ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 、まあ、はいえー、歌ってみたらやってみようということでごめんなさいね仕切りお願切します、えー、歌ってみたらやってみたということで尺が足らんだろうと、はい、もしかしたらねだからちょっとなんか欲しいなって思った時に、えー、たまたま浮かんだのがそう歌ってみたらやってみたかったのやってみようということでで、えー、知人からピアノのオ、OK、ケをお借りしてオケ、OK、っていうのはあの演奏ね バンをお借りしてで自分でリズムトラックをつけてでね丸一日急遽だったんで丸一日かけて歌を覚えてで、えー、収録の時スタジオで2時間ぐらい練習してでそのまま、えー、撮りましたであの頭からケつので間違わんと歌うって結構むずくってねあの弾き語りの動画の時もそうやねんけどもうあれ実は何回も何回も何回もミスってるんですよなんで。 あのうまくいったその一本のテイクに後からいろいろと声を重ねてですねコーラス重ねてなんとなくそれとなく聴けるようにしていましたまああのちょっと難しかったですけど何ですか難しかったですけどあのすごく勉強になったんでなんかあのなんていうんですか歌いたかったという気持ちももちろんあるんですけどなんか歌うことで見える。 ろいてるだけじゃわからない実際自分がそこに飛び込んであのプレイすることで見えてくるいろいろも何かこう自分のスキルアップにね当然ながらつながるということを改めて確認しましたのでまあこれもねちょっとそんなハイペースでできることではないんですけどあの続けていきたいなと思いましたあのこれからもアップしていきたいなと思いましたのでえま,あまずはその初めての「歌ってみた」をえご覧いただきたいと思います。どうぞ さなさきゃ雪が降りしきろと思ういつものように笑ってたんだ分かり合えると思ってたんだ曖昧なサインを見落としてやったほうのない間違い探し季節を越えてまた出会えたら君の名前を呼んでもいいかなその頃にはきっと春風が吹く 人生「一から始めようや首の皮一枚繋がった」「どうしようもない間を生けていくんだ」「真っ白に全てさよなら嬉しきる雪を今だけのこの心を壊ばせてくれ」「全てを忘れさせて」 その向こう側に待ち受けの天国か地獄かいつだって人は鈍感だもの分かりゃしないんだ腹の中それでも愛し愛され生きていくのが定めとして後悔ばかりの人生だ取り返しのつかない過ちの一つや二つくらい誰にでもあるよなそんなもんだろう 人生「一から始めようが」「へばりついて離れない」「地続きの今を歩いていくんだ」「真っ白に全てさよなら」「嬉しきる雪を全てを包み込んでくれ」「今日だけは全てを隠してくれ」 ということで、田沢孝之の生チャレンジのコーナー。<laughs> すごい、すごい緊張してます。この、なんていうんですかね、この。もう、皆さん、これ、皆まで言わなくてもわかるかな。何をやろうとしているか、僕が、えー、っとですね。そうです。田沢孝之の声でワイングラスを割ってみよう。 いやあのもう昔からねこうまあ一番最初はちょっとね子供の頃かな子供の頃っていつって感じですけどバラエティーかなんかでよくねこう見るじゃないですか声でワイングラスを割るみたいなあれねちょっとやってみたかったんですよねできるかどうか知らんよでもできんちゃうかなと思いつつそんな甘くないのかなでもこれもやってみないとわからないということでっていうかこれこそ収録やろ <laughs> なんで,なんで生,生でやんねやろな これれすごいいね割れたらバンバンいじゃないですか,、ね、なんかどうやらこのこれとね同じ複波数で声を入れ続けるとこう振動がこらえきれなくて割れるっていうメカニズムらしいんですけどちょっっとやってみたいいなと思いますただでもこれ割れるまでっていうところでいくと皆さんにすごく、ね、不毛な時間を突 <laughs> き合わすことになったらあれなので制限時間があるのね。3分3分ですって 3分3分3分来たらもうお,お,おしまいああなるほど逆に言うと3分間見せられるってことねこれを <laughs> 割れなかった場合 <laughs> すぐ割れやいいけどあーそうですかいいですかね皆さんお付き合いいただけますかねまあこれ後でねこうまあいいやその後のことはもう考えない今しかもう考えるなら感じろさあということでじゃあやってみますちょ,ちょっといい 割れるらしいの知らんけどねはいじゃあみんながこれどういう思いで見てんのかなーって思いながらやるねちょっと一応この手袋もなんかあれなんだって刃物を通さないらしいよなので安全対策がバッチリだ遠慮なく割りたいと思いますそれでは多田孝樹の生チャレンジワイングラスを超えて 終わってみようスタート って <laughs> 割れる気がせんマジかでもすごいこううわーってなってるの分かるこれ伝わってるかな <laughs> この余韻 手袋が吸収してんのかな E <laughs> aí はいということで、えー、チャレンジ失敗 <laughs> 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 でも惜しい感じまでいってたよねなんかかなりあのマイク拾ってたかなちょっと分からんねんけどさなんか,あのかなりグラスはウィーンってこう共鳴はしてたんでなんやろうな惜しいなめっちゃ悔しいなあのー。 いいやあのねすすごいんですよあの割れてもいいようにもう下にこの洋ダ <laughs> 段ボールにさそのガラスが飛び散らへん準備をしてでその下にもこう床に飛び散っても大丈夫のように敷物をしてでワイングラスがめちゃくちゃ割れた時にちゃんと見えるように2個ライト入れてでえめっちゃええカメラ2本立てて。 割れへん <laughs> 最悪やん <laughs> 最悪 <laughs> これねいやあのねないや生になった理由の1個に割らせてくれる場所があんまなかったんですよで。っていう話をここのスタジオのオーナーさんにしたらもう食い気味で全然いいっすよみたいなことを言ってくださったのでこれ収録リベンジしていいですか割れるまで。 そうあのねそうなんですよなんか音量と長さとかもうちょっとあんのかな俺周波数を一緒にすればいいっていう情報だけでやってたからもうちょっとちゃんと調べますねこれ割りたいわうん割ります割れるまでやります <laughs> 僕の喉がモテばですけどあいやこれちょっとやりましょう。 リベンジ収録リベンジ配信させていただきますのでうわすごいなんかごめんねなんかキングの後に「ふーとかばっかり3分聞かして <laughs> ああごめんなさいいやいやでも楽しかったなあのねちょっとえー、まあこれか,かなり残念割れたねとかいう準備してたんですけどね割れてもいい準備してたんですけど悔しいなでもなんか この悔しいっていう気持ち大事やなこれ今ね多分プロとしては絶対に <laughs> こんなに出してはいけないんですけど本当に悔しいんですよ <laughs> ああ。なので勉強せないろいろなとかねやっぱその <laughs> 失敗するといいですねこう何がダメだったんだろう、えー、それから何が足りなかったんだろうって思いながらね 鍛錬してこれで割れることになったらまた一個達成感もできるしでもねこれあれですよ、あのー、結構教訓にしてるんですけど僕 <laughs> 何の話やねんって話やけどあのね意外と失敗した時ってなんていうんですか振り返りやすいじゃないなんかああんで失敗してんやろと思ってさその原因を潰すでしょ。逆で、あのー、うまくいった時に なんでうまくいったんかっていうのを振り返るのが結構良かったりしますなんかうまくいった要因を自分で突き止めるってなかなかね人ってしないんですよねなんであのー、自らなんでうまくいったんだろうみたいなことをこう掘り下げていくと結構大事な要素がそこに含まれてたりするんでまあ、実は失敗もちろん失敗ね変りみることも大事なんですけど 成功をもう一回紐解いてみるみたいなのが今の紐解いてみるにワイングラス共鳴したの紐解いてみる現状もう俺 <laughs> おおとか言い過ぎて <laughs> あの紐解いていくとあの結構いいなと思いますというところで残念ながら失敗してしまいましたけどリベンジに期待していてください、えー、生挑戦グラス割り大失敗でしたありがとうございました いやーさあさあということで、えー、いかがだったでしょうかね、えー、田沢孝之生誕42周年記念、えー、生配信、まあ、あの半分ぐらいは生じゃなかったんですけれども、まあ、あの配信ってのは生だということでだからこういうスタイルも、あのー、やっていきたいなと思ってますでもちろんそのステージをね、えー、ライブで配信する生配信するということもやりながらちょっとまだ僕 周りねどんどん有観客でライブやりだしてるんですけど僕自身はまだあのお客さんに入ってもらってステージやるってことはまだやってなくてで今んところ予定もなくて正直なんかそのルール的に OK とかあの、ね、ちょっと情勢が移り変わりが激しいからちょっとそのねあの規定もこう。 結構目まぐるしく変わっていくんですけどまあでもちょっとそんな中ねなんか決まりっていうよりは気持ちの方が強いでしょみんな,なんかそのライブやるよ入って OK って言われたってそれはあくまでもルールの上での話であってその自分の気持ちとしてはやっぱりまだちょっとね人と人との距離は取っておきたいとかあの何よりもその気兼ねなく楽しみたいみたいな何て言うのこう感染した後のほら いいいろろあるじゃない周りの目とか、うん、そ,そういうことな気がしてるのでなんでまあちょっともうちょっと様子見たいなと思います。だって僕らのスタイルなんかだとやっていいのよだってもう椅子なんだから田沢ソロなんかは椅子でアコースティック聴いてもらうだけなんだから声もそもそも出さないし人との距離も開けられるしなんだけど、まあ、やっぱね、うん、会場は並ぶわけでしょだってね そのオープンからスタートの間はね入場は並んで待つわけですよ。当然ディスタンス取るんでしょうけどねなんかそういうことじゃない気もしてるんでだからもうちょっとだけとか言ってすぐやるかもしれないですけどわかんないですけどね本当に今のところ予定ないんですけどでもだからこそっていうとあれですけどなんか自分の姿を見せるよっていうところもそうですけどまああの画面越しで今はねしかないですけどなんか自分のできることそれこそさっきの。 歌ってみたもそうですけど、人の曲だからお見せできるスキルだってあるわけですよ。自分の曲じゃやらないことでも実はできるんだよっていうこととかあったりするから、なんかそういう使えるツールを全て使ってあの悔いのないように自分を表現していきたいなと思ってます。で、もちろんその本業のね音楽の方もこれもステージっていうことだけじゃなくて。 あの今年は、ねえー、作ります本当になんかいろいろ作りたい気持ちになってるんでなんか作れと言われて作るんではなくてなんかね今まではねなんかそのライブ命みたいなのとこあったからあの同じ曲やっても同じようにならないみたいな世界で生きてたんであの新曲の必要性をぶっちゃけ感じてなかったんですよあの書きたい時に書こうみたいなのに加わってあのその日しか鳴らせない音があるからみたいなところでね。 でそれはそれで決して間違いではないしこれからもその気持ちを持ってステージには立つけどでもそれだけじゃやっぱりねなんか良くないっていうことにも今回気づけたから、うん、やっぱり自分の中ほじくり返してあのしんどいんですよしんどいやっぱ見たくないものを見なあかんことがあったりするからねなんか表現しようと思って自分の中を掘り下げると。だけど なんかもうそういうなんていうんですかねこうしんどいって思ってるところに飛び込むのって結構カロリー使うでしょまあなんですけど、まあ、いいじゃないその先にある喜びを知ってたはずだからだからさっきも言ったみたいに、えー、もういつまでできるかわからない中うんいや60歳まで仮にできたとしても今のまんま60歳までいけるわけじゃないと思うからそれは金も例えば下がってきたとか。 ね、その時々に歌える歌があるんだったらやっぱその時々に歌っていきたいなと、えー、強く思いましたのでまああのー、田沢的42周年の抱負としてはそうですね、あのー、今までも悔いの残らないように生きてきましたけどもより表現者として、えー、悔いの残らないようにですね、えー、作りたい時に作りたいものをどん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 ,どん突き進めていくとその形がさまざまでそれはもう何種類に至ってもいいんじゃないかと。 ちょっとと解放ししてみようかなとあの難しいこと考えないでこれをやるとこう思われるんじゃないか、えー、あれに手を出すとこうなってしまうんじゃないかっていうことじゃなくてまあいやそれ必要な最適は考えますけどねその先はあんまり自分にリミッターかけることなくちょっとチャレンジしてみようかなとどんどんいろんなことにチャレンジしようでその先で生まれたもんがまた聞いてくれてる人とか見てくれてる人の気持ちをなんかちょっとでも。 ね癒したりゆすったりできるんじゃないかなと信じておりますので、えー、まあ、これをもって田田敬42歳の抱負とさせていただき、えー、今日の生配信を終了したいと思いますえっ、ー、と本当にね、えー、長い時間お付き合いありがとうございましたこれアーカイブ残しますので、えー、見たい時に見たいところだけ、えー、何度も何度も楽しんでいただけたらと思いますということで、えー、今日はこんぐらいにひとりたるわありがとうございました